皆さんどうもこんにちは、マカロニオです。今回は自分たちに合った間取りとはどうやったらわかるのかという、そんな素朴な疑問に答えていこうと思います。突然ですが、皆さんはこんな疑問を持ったことはないですか？自分たちの理想の間取りってどんな間取りなんだろう、これが自分たちの理想の間取りだってどのタイミングでわかるんだろうとかですね、家づくりをする際にこれらの疑問って誰もが思うかと思います。その気持ちは本当によくわかるんです。今まで間取りというものに触れてこなかった人からすると、図面を見ても立体的に想像できないし、リビングが何畳、ダイニングが何畳って書いてあってもいまいち具体的なイメージが湧かないですからね。でも安心してください。今回お話しすることを最後まで聞いていただければ、その間取りがあなたにとって理想の間取りかどうかがわかります。私は某大手ハウスメーカーで営業経験を積み、そこで実績を出し、その実績を使ってメガバンクに転職、不動産の融資担当をしてきました。さらにそのキャリアを活用して YouTube チャンネルを開設、開設1年で約4000人の方のコンサルをしてきました。また各大手ハウスメーカーさんと協力をして、お客さんが自ら担当者を選べるマッチングサイト、めぐりえも作りました。そんな私だからこそ皆さんにお伝えできることがあると思っています。なので今回は、自分たちに合った間取りとはどうやったらわかるのか、間取り迷子にならないようにするために最も重要なポイントをご紹介していきます。今回も貴重なお話をすることになるかと思いますので、皆さんぜひとも最後までご視聴ください。それと今現在、公式 LINE を登録してくれた方限定で、注文住宅攻略マニュアルというのを無料で配布しております。この機会にぜひ友達登録をしてみてください。それではやっていきましょう。結論からお伝えをすると、自分たちに合った理想の間取りがわかる方法、それは実家を思い出して比較することです。これを意識的にできるかどうかで、提案されている間取りが自分たちにとって理想の間取りかどうかが分かります。ただこの話を聞いて、え、どういうことって思われた方が大半だと思いますので、今から分かりやすく解説をしていきます。そもそも人間は何かと比較をしないと物事の良し悪しが判断できないという性質があるんです。そしてその良し悪しを最終的に判断する材料が、今まで自分がしてきた経験になるわけなんですね。住宅もこれと同じです。実は自然と自分たちの頭の中で、実家とその周辺環境、これを思い浮かべてこれから買おうとしている家と比較しているんです。その証拠に、夫婦揃って実家が南向きの土地だった場合、北側の土地を勧めても絶対に買おうとしません。これは今までの経験上 100% そうです。どんなにいいプランを提案しても、どんなに完璧に照明計画を考えても、部屋が薄暗くなってしまうんじゃないかという不安を払拭することができないんです。やっぱり今まで南側の土地に住んできた人って、開放的な明るい空間を自然と求めているんですよね。また土地の大きさに関してもこれと同様のことが起きます。皆さんは40坪の土地と聞いて、それが大きいと思いますか、それとも小さいと思いますか？都内などの元から土地のサイズが小ぶりなところに住んでいる方からすると、40坪の土地ってかなり大きく感じると思います。逆に地方に住んでいる方からすると、土地の大きさって60坪とかが普通なので、40坪って聞くと小さく感じるはずなんです。これも夫婦それぞれの実家がどこにあって、今までどんな環境で暮らしてきたのかで判断が大きく異なるんです。つまりこれっていうのは経験から来ているわけです。だから自分たちに合った理想の間取りが分かる方法というのは、まずは自分たちが今までどんな環境で育ってきたのか、実家の様子を洗い出すところから始めなきゃいけないんです。よくインスタグラム、ピンタレスト、YouTube、これらでおしゃれな家を調べて、こんな家を建てたいって言ってくる方が多いんですが、実はそこは本質な部分ではないということなんです。これが分かっていないと、最後の最後でこの間取りって本当に自分たちにとって理想の間取りなのかなっていう疑問が湧いてきてしまうんです。本質は実家、これを忘れないでください。ちなみに余談なんですが、家作り中に夫婦喧嘩をしてしまう家庭があるんですけれど、これはお互いの実家の環境に大きな差があることが原因です。例えば奥さんは南側の日当たりのいい土地に実家があって、旦那さんは北側のやや薄暗い土地に実家があるみたいな感じですね。この場合だと立地もそうなんですが、明るさに対する普通の感覚がそれぞれ違うため、日当たりや照明計画でも喧嘩になるケースが多いんです。ご注意ください。話を本題に戻しまして、それでは自分たちに合った理想の間取りを理解するために、実家を思い出すということは分かっていただけたんじゃないのかなと思います。今度はここから実家のどの部分にフォーカスをすればいいのか、ポイントを3つお話をします。まず1つ目が、それぞれがそれぞれの実家で嫌だなと思っている部分です。これを最優先で洗い出してください。
実家で不満だった部分を新居でも取り入れる必要は一切ありません。まあ、当然ですよね。だから例えばなんですが、実家を思い浮かべてみて、物があちらこちらに出てて散らかっていたなと思うのであれば、新しい家では物が散らからない工夫や物が見えなくなる工夫が必要です。具体的に言えばキッチン前収納をつけたり、大きめのウォークインクローゼットをつけたり、そういったことが必要ですよね。特に実家でよく散らかっているところは自分たちも散らかる可能性が非常に高いので、そこは注意が必要です。その他にも、例えば実家が少し日当たりの悪い間取りで、それに対して不満があったんだったら、吹き抜けを設けてみるっていうのもいいかもしれません。こんな感じで、実家のどこに不満があるのか、それが思い浮かぶようなら、最優先で新居に対策を施してください。これが一つ目です。そして二つ目が階段の位置です。いきなりなんですが、皆さんに質問です。皆さんの実家はリビング階段ですか？それとも廊下に階段があるタイプですか？ここも夫婦でしっかりとすり合わせをしてください。じゃないと新しく家が完成した後に後悔する可能性が非常に大きいからです。特に今まで廊下に階段があるタイプの間取りで過ごしてきた方はやばいです。というのも、今現在の傾向として、どのハウスメーカーもリビング階段をよく提案します。それがなぜなのかというと、廊下を削減できるので坪数を圧縮することができる。坪数を圧縮することで建物本体価格を抑えることができる。リビングを広く見せることができる。子供とのコミュニケーションが取りやすくなるという理由があるからなんですね。でもよくよく考えてみてください。間取りによってはリビング階段ってずっと家族を感じることのできる間取りになります。つまり廊下に階段があるタイプと比べて家族内でのプライベートが保ちにくくなるということです。またリビング階段にすると、リビングが廊下としての役割を兼ねることになるため、思ってる以上に落ち着かないリビングになってしまう可能性があるんです。まあ要は何が言いたいのかというと、リビング階段と廊下に階段があるタイプとでは間取りの性質が大きく異なるため、落差が大きすぎるということです。落差が大きいということは、それだけ今まで経験してきたこととのギャップが大きいということなんです。だから失敗や後悔にもつながりやすいわけなんです。これって実際に家を建てたことがある人じゃないと気がつかないんですよ。だから夫婦それぞれの実家を思い浮かべて、実家はリビング階段なのか、それとも廊下に階段があるタイプなのか、これを洗い出す必要があります。皆さんぜひとも気をつけてください。あとこれもまた余談にはなるんですが、リビング階段の間取りってお客さんにとってのメリットがある間取りなのか、それともハウスメーカーの営業マンにとってメリットのある間取りなのか、わからない場合があるんです。なぜなら、見方を変えたら契約を取るための間取りとも言い換えることができるからなんですね。例えば坪数を圧縮して本体価格を抑えることができれば、お得感を演出することができます。お得感を演出することができれば、もちろん契約が取りやすくなります。また先ほどもお話ししたことと被る部分ではあるんですが、リビング階段にすることで図面上ではリビングが広く見えます。でも実際はリビングの中に廊下の役割が入ってしまう場合もあるため、落ち着かないリビングになってしまう可能性もあるんです。さらにリビング階段じゃないと子供とのコミュニケーションが取れない家族ってどうなのって感じじゃないですか。もちろんリビング階段の全てが悪いという話ではありません。でも実際に親と思うような間取りを提案されているケースもあるんですね。この点は冷静に間取りを見て判断をしてみてください。そして3つ目が明るさです。これも意外だとは思うんですが、実は明るさって人それぞれで基準がバラバラなんですね。そしてその明るさの基準って実は実家が基準になっていることがほとんどなんです。ちょっと言い方は悪いかもしれないんですが、例えば北側の土地で常に薄暗い家に住んでいた人って日中でも蛍光灯をつけて過ごすのが普通になっているんですよね。なので部屋の暗さに対して鈍感なんです。一方でその逆、南面の土地に実家があって日当たりのいい環境で育った人って暗さに対して敏感なんですよ。だから暗くなりそうな間取りをものすごく嫌う傾向にあるんですよね。暗くなりそうな間取りというのは、具体的に言うと窓の開口が小さかったり、あとはそもそもこれから家を建てる土地が日中日が入りにくい立地だったりするケースです。こういった要素が少しでもあるとアウトです。今まで南面の土地に実家があって日当たりのいい環境で育った人からすると、理想の間取りとはかけ離れた家が完成してしまいます。なので一旦夫婦それぞれの実家の明るさを思い出してみてください。その上で明るさの基準の目線合わせをしてみることをお勧めします。はい、ということで今回は理想の間取りが分かる方法というテーマでお話をしました。理想の間取りが分かる方法というのは、実家を思い出して比較をするということです。そしてその中で実家のどの部分にフォーカスをすればいいのかというと、実家の嫌な部分、階段、
明るさ以上の3つでした。これが分かっているかどうかで、これから提案される間取りが自分たちにとって理想かどうかが分かります。後悔しない家づくりをするためにも、ぜひとも一度考えてみてください。なるほどねって思った方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして LINE の友達登録もお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。